こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2024年の4月23日を50分ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は78.54ということで、80円切っちゃってますね。残念。これ15分でちょっと触れてるように見えますけど、そんなに大きくは動いてないですね、今日は。この80円、ちょっと触れた触れないかぐらいで、今78円まで戻ってきてるということですね。でもここ4時間、これゴールデンクロスしてるんですね。ということで、ちょっといい感じになってきてるのかなと、期待できるかなというところです。では、ついてみていきます。コーヒーさん、注意と。ビットバンクのクリプト入金で、新たに送付者の登録が必要になるそうです。登録しないと入金記録が反映されない。ステーキング決済時などは注意しましょうと。ビットバンクから、ビットバンクではマネロンテロ資金供与対策ガイドラインの対応と目的として、4月23日より、暗号資産入出金に関わる一部企業の変更を行いますので、お知らせしますということですね。こちら使ってる方多いみたいですんでね。いつもビットバンクをご利用ありがとうございます。マネロン、今読みましたね。じゃあ、下。入金。適用開始日以降は、お客様口座への暗号資産入金を反映するにあたり、新たに送付人情報の登録及び未反映分の入金に対して送付人情報を登録を行う必要があります。送付人情報の紐付けが行われていない暗号資産入金は未反映入金となります。未反映入金の情報登録を行わない場合、入金された暗号資産が口座に反映されません。必ず未反映入金への情報登録を行ってください。未反映入金の情報登録が完了すると、お客様口座への反映が行われますということですね。ちょっと違うかもしれないけど、バイナンスジャパンはもうこうなって、まあ、私、バイナンスジャパンを結構使ったりするので、そこだと、あれ、送金終わってるみたいなんだけど、自分のウォレットに、残高合計として反映されてないというふうになるので、まあ、自分のトランザクションを見に行って、中でちょちょっと操作すると反映されるというような感じなんで、まあ、こっちも同じだと思いますがね。ということで、明日から急に変わるんでね、ちょっとお気をつけていただければと思います。日本 DAO 協会第1弾、合同会社型 DAO の一覧を公開しました。当協会では重点的なネガティブチェックを実施し、ホームページ掲載が認められた DAO を掲載しました。詳細は下記ページをご覧くださいということで、まあ、今、いろんなね、なんちゃら DAO、なんちゃら DAO って、まあ、ちょっとブーム過ぎたのかもしれないですけど、出てきてますので、まあ、ちゃんとチェックをしましたよということなんでしょうね。日本 DAO 協会ですね。22日、合同会社 DAO による資金調達に関する政府改正が施行されました。DAO 協会では4月15日より、合同会社型 DAO として当協会ホームページに掲載する DAO を募集し、ネガティブチェックを実施しました。今回、当協会におけるネガティブチェックで懸念点を洗い出し、当協会の協会員による評議会投票を経て、ホームページ掲載が認められた DAO を掲載いたします。今回の結果は、当協会が中長期的に実現する DAO を品質と安全性を評価する認証とは異なり、重点的なネガティブチェックリストを満たした DAO を紹介するものですと。なぜこれをやるかというと、ちょっとね、体の関係の方も絡んでるらしいので、ちょっとまだ情報が私はっきり認識してないんですけども、なので、ちょっとこれからチェックはね、していきたいなと思ってます。第1弾、合同会社型 DAO。投票の結果以下の DAO、ホームページに掲載することが承認された DAO を掲載します。AI ハブコミュニティ合同会社。生成 AI を主とした研究開発コミュニティ。テーブルアンステーブル DAO。落合陽一サマースクールの同窓生が生涯にわたって寄り添い合う、互助的な DAO。生徒として参加したり、参加した生徒が先生となって戻ってきたり、海外の大学の推薦書を買ってもらったりなど、体験や経験、交流や推薦書など、非金銭的なものをインセンティブに活動したくなる DAO となっていると。第1弾、合同会社型 DAO としての準備中の DAO。 投票の結果は現在まだ承認できないが、承認できる見込みとして、掲載を承認された DAO を掲載します。今回のチェックリスト項目と照合して、部分的に不明確な点や懸念点があるものの、その解消によって短期的チェックリストを満たしうると考える DAO となります。個別の懸念点については、当該団体への情報開示に関する協議のもと、他の DAO におい
概要、動物、人、自然の健康の調和を取れた世界の実現のため、資本主義にはない新たな仕様をトークンと用い可視化し、加えてそのトークンを流通した独自のエコシステムを構築する、プロジェクトと、はい、合同会社 DAO として最終審査中の DAO ということで、まあ、上記の2つでもないものみたいですね。ブライトカラーズ BAC 障害者子ども学生を支援する社会貢献団体の支援空き家、対策競争DAO、地域のために共助競争のコミュニティを作るためのアプリ制作と迷う、共助競争コミュニティを作るお手伝いをするための DAO、はい、ということですね、はい、ということで、まあ、いろんな DAO がこの協会に認められて活動していくと、まあ、活動っていうかまだこれ作ってる途中ですからね、はい、だん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 どうやって大きくなっているかっていうのを本当になんか試行錯誤を、まあ、教会自体もそうですし、おそらくここに出てきた DAO そのものも試行錯誤しているところだと思うので、はい、ちょっとねチェックして DAO がどんな風になっていくのかというのをちょっとチェックしていきたいなと思ってます。はい、変わりましてビットタイムス、米国の国家予算をブロックチェーンで公開する方針、米大統領候補ケネディ氏と、国民全員で国家予算を監視、税金の無駄遣いなどに対処、 BTC を支持する RFK ジュニア氏ということで、ね、これちょっと見ていきたいと思います。はい、アメリカ国民全員で国家予算を監視、米大統領選挙に無所属で立候補しているロバート F. ケネディ・ジュニア氏が、米国の国家予算をブロックチェーン上に記録するつもりだと語ったことが明らかになりました。今回の発言は4月21日にアメリカ・ミシガン州で行われた選挙集会の中で語られたもので、ブロックチェーン上に全ての予算情報を記録して一般公開することによって、アメリカ国民全員で予算項目を24時間いつでも確認できるようにするという計画が語られています。はい、こんな感じで言ったということですね。はい、このように語った、私は米国の予算をブロックチェーン上に記録するつもりだ、すべてのアメリカ人は24時間いつも好きな時に予算全体の項目を確認できる、予算を3億の目が監視することになると、はい、ブロックチェーンで税金の無駄遣いを禁止阻止、ブロックチェーン技術の特性上、オープンなブロックチェーン上に記録された情報はインターネット環境があれば誰でも好きな時に確認することが可能で、一度記録されたら情報を改ざんすることもできないため、国家予算の情報管理でブロックチェーンを活用すれば予算の使途に関する透明性を高め、税金の不正利用などを防止できると期待されています。アメリカでは過去に国防総省が1980年代にロッキード社から640ドル、約10万円のプラスチック製便座を購入したり、2018年に便座カバーの交換で1つ当たり1万ドル155万円の費用を支払うなど、さまざまなスキャンダルが報じられていました。RFK ジュニア氏は今回の選挙集会の中でそのようなスキャンダルにも言及しており、誰かが便座に1万6000ドルを費やしたら誰もがそれを知ることにもなると語っています。税金や国家予算の不正利用は世界中のさまざまな国で問題されている項目の一つであるため、 RFK ジュニア氏が語った国家予算の記録をブロックチェーン上で公開するという方針は大きな注目を集めています。まあ日本でもやってほしいですよね。ビットコインを強く支持する RFK ジュニア氏、彼は以前からビットコインを強く支持しており、昨年7月にはビットコインで米ドルを裏付け、ビットコインの利益をキャピタルゲイン税から免除する政策なども語られています。また同氏はビットコインを保有していることでも知られており、昨年7月には7人の子どもたちにそれぞれ2ビットコイン購入したということも報告されています。はい、なお、リアルクリアポリングのデータによると、米大統領選候補者の支持率は、執筆時点でトランプ氏が 41%、バイデン氏が 35.7%、ケネディ氏が 11.7%、まあ、この棒グラフで明らかにちょっとまだ、弱いですね。まあ、まあ、国政なんでね、クリプトとか、その、なんだろう。国家予算の見るかだけが、まあ、議題じゃないですからね、はい、まあ、どの人が大統領になるのが一番いいのかちょっと私分かりませんけども、はい、まあ、いずれにしても今の言った透明化ができるといいし、まあ、日本がねもう Web3 っていうんだったら早くやってくれよっていう感じですよね。はい、変わりましてコインポスト、ライフカードとスラッシュフィンテックが提携、仮想通貨で V プリカギフトが購入可能にと。はい、こちら、まあ、ライフカードってこれ
クレジットカードだと思うんですけどね、まあ、そことスラッシュ仮想通貨、支配が提携したということでちょっと気になりました。はい、ちょっと全部は読みませんけどさらっと見ると、ここにね、1万円、5万円、10万円といった異なる金額のプリカギフトを販売、イーサリアムやオアシス、ステーブルコインなどさまざまな仮想通貨を用いて決済できるということで、まあ、ここもスラッシュが体の対応してないので、まあ、おそらくここに体の入ってこないと思うんですけど、まあ、こういうのも広がってだんだん体の混ざっていけばいいかなと思いました。では値段に戻りまして 78.66 円ですね。はい、14,012.9×78.66 で元本が10万円ですので計算しますと102,255円のプラスということになりまして、はい、1,002% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。